乗せてくれ。まず一番大事なことはみんなで協力して結束して救助を待つことだ。余計な揉め事で精神のバランスを崩すことは絶対に避けるんだ。はい。次に救助の遅れを想定して少しでもカロリーの消費は節約することだ。なるべくシュラフでおとなしく過ごすべきだ。最後に一番警戒すべき就寝時は最大の注意を払った方がいい。交代で見張りを立てるべきだ。見張りは二人にすれば内外どちらも監視できる。でもまだ朝の8時過ぎだな。この話は夕方に追って決めればいいだろう。辰巳さん、先ほどまで辰巳さんを攻めてきていた部長はすっかりおとなしくなっている。時刻は辰巳さんの言う通り8時10分だ。さて、だいぶ話が長くなってしまったが、決意が鈍らないうちに行ってくる。もし大げさな感じになってしまったが、危ないと判断したら引き返してくるから大したことはない。辰巳さんは不安を感じながらも、なんとかみんなを安心させたいというような曖昧な笑顔を見せる。じゃあな、遅くとも2、3時間すれば帰ってくるから、その間はやしろみんなを頼むぞ。そうして、辰巳さんは白銀世界へと消えていった。本当は自分だって不安だろうに、私たちを安心させるために笑顔まで作るなんて。本当に大人よね、辰巳さんは。そうだね、僕もそう思うよ。心情と異なる表情を作れる辰巳さんを僕も心から尊敬する。辰巳さんの姿がすぐに白い吹雪に飲み込まれた後、立ち尽くしていた美咲さんがふらりと動いた。僕は思わず慌てて声をかける。あとは追わないでくださいね。辰巳さんとの約束ですから。いらないわよ。少し一人になりたいだけ。美咲さんは自らの寝床の方へと向かっていく。と、美咲さんが足を止めて振り向いた。あ、そうだ。大事なことを忘れていたわ。今日の分の板チョコをみんなに配ってから、ゆらゆらと力なく戻っている。部長、美咲さんのことよろしくお願いします。わかった。部長は神妙にうなずいた。元気出してください。さっきは何も言えませんでしたけど、部長の気持ちもわかりますか？リサが励ますと部長は力なく笑った。えへえ、やっぱりリサちゃんはいい子だよな。岩月なんかにはもったいねえわ。そんなことが言えるくらいなら大丈夫だろう。新一郎を馬鹿にするなら全言撤回しますよ。悪い悪い。部長は背中を丸めて美咲さんの方へと向かった。さあ、美咲さんと部長を見送った僕たちは自分たちのシラフのある場所まで戻ってきた。新聞スリッパだけを脱いでシラフに下半身を突っ込んで体を温める。昨日話してたことが現実になるなんて、僕は黙ってうなずくことしかできなかった。でもまさか島崎くんがあんなことになるなんて。昨日は冗談半分で推理ごっこしてたはずなのに、変わり果てた姿を思い出したのか、リサの表情が青ざめる。島崎くんって誰かにあんな強く恨まれるようなことがあったのかな。それはわからないね。ねえ、部長の言う通り犯人は私たちを皆殺しにするつもりなんじゃないの。リサが恐ろしいことを言った。こんな風に後ろ向きに考えたらダメだよ。ありがとう新一郎。そうだよね。そう言ってリサが褒めた。このままだと暗いことを考えちゃいそうだから、昨日みたいにちょっと状況を整理してみない？私ちょっと気になってることもあるし。リサがそう思うならそうしようか。もし犯人が分かれば僕たちの安全にもつながるしね。リサが気になっていることというのも気になるので僕はそう答えた。そうか、あんまり考えてなかったけど、犯人が分かれば先に捕まえることもできるんだよね。僕たちの中に犯人がいればだけどね。一応そう念を押しておいた。でも犯人がいなくなった二人だった場合でもお互いを疑わないで過ごせた方がいいよね。それもそうか。早速だけど気になっていることって何？思い返してみると、昨日おとといの急激な眠気はいくらなんでもおかしいんじゃないかと思って。部長は辰巳さんがケーキに何か混ぜたんじゃないかって言ってたよね。うん、昨日はあのケーキしか口にしていないはずだから、その可能性は高いのかなと思って。違うよ、飲み物飲んだでしょ。ってことは辰巳さんを褒めていたリサだったが、落ち着いて考えたらやはり怪しいと思ってる。新一郎も変な感じしなかった？確信を持てるほどじゃないかな。それよりも辰巳さんだってあのケーキを口にしてたよね。そうなのよ。しかもちゃんと見てたんだけど、ケーキは辰巳さんが配ってたんじゃなくて、みんなが自分で選んで取っていった。それもそうなんだよね。じゃあ初日の話もしたいんだけどさ。リサが話を切り替える。あれが二日酔いってのも信じられなくて。ああ、リサはおかしいって言ってるよね。だってあのワインほとんど美咲さんが飲んでたんだもん。私は多分コップに2杯ってとこよ。確かに普段のリサから考えたら酔っ払うような料理じゃないよね。でしょ。それに今日の朝と昨日の朝の感じが少し似てる気がするんだ。つまり昨日の夜も一昨日の夜も何かもらえたんじゃないかってこと？リサの先を読んでそう尋ねた。そういうこと。みんなが昏睡していれば何の心配もなく二人の荷物を処分できるし。
一昨日の夜にみんなが共通して口にしたものはキムチ鍋ってことになるのかな。あとは種類は別々だけどお酒ね。なるほど。じゃあまずはキムチ鍋なんだけど、僕と辰巳さんが水用の雪を集めている間はみんなで準備してたんだね。うん、常に誰かを見ていたと思うから、作っている最中に変なことはできなかったと思う。じゃあ持ってきた時点で混ざってたのかな。でもケーキと違って鍋の具材は材料がむき出しだから、薬を混ぜるなんてできるのかな。なんかできない気がする。念のために確認だけど、鍋の材料を持ってきたのも確かに部長と女性陣3人だった。重ための肉とキムチが部長で、軽めの野菜は女の子が分担して持ってきてたわ。なるほどね。じゃあ次にお酒だけど、お酒を持ってきたのは僕だね。でもみんなの前で未開封のお酒を開けたから、あらかじめ仕込んでおくことはできないね。一応確認なんだけど、本当にあの時開けた時は未開封の状態だったの？言いにくそうに尋ねてきたリサに対して僕は心外な気持ちになった。さあ、もしかして僕を疑ってるの？違う違う、新一郎が辰巳さんと雪を取りに行ってる間に誰かがこっそりと新一郎の荷物の中のお酒に何か入れたかもしれないと思って。リサは慌てて首を振りながら弁明した。僕はほっと胸をなで下ろした。なんだ、リサに疑われてるのかと思ってちょっとびっくりしたよ。私が新一郎のことを疑ったりしないよ。それならよかった。手応えからして間違いなく未開封だったよ。キャップを開けた音でわからなかった？うん、ざわざわしてよく聞こえなかった。そうか。ざわざわしてよく聞こえなかった。三崎さんが全部のお酒を継いだんだっけ？そうだったっけ？最初の一杯だけでも継げば合わせられるけどね。そういうわけだから、お酒に混ぜたなら食事中ということになるね。しばらく考えてリサが口を開いた。目を離した隙にコップに何か入れるくらいはできそうな気がしない？でも眠気を訴えていたのは僕とリサ、部長、三崎さん、島抜きだから少なくとも5人はいるよ。目を盗んでそんなにうまくいくかな。じゃあやっぱりお鍋の方が怪しいのかな。やっぱり何か購入されてるっていう考えがそもそも間違ってるんじゃないかな。そうかな。うん、だって僕もリサと全く同じ状況だけど、何かもらえたなんて確信は全く持てない。それにさ、犯人が何か持ったとしたらやっぱりおかしいんだよ。どこがおかしい？だってさ、昨日はケーキを作ってきた辰巳さんにしかチャンスがなさそうだし、コーヒーのこと忘れてない？おとといは鍋にうまく混ぜてたし、なんでコーヒーのことに視点を焦点を当てないんですか？部長と女性陣3人が容疑者なわけでしょ。そう考えると、2日連続で犯人が何かを持ったっていうのが成り立たない。そうなのかな。まあ何か特別な方法でもなければね。でもやっぱり昨日も一昨日も変な感じだった気がするんだけどな。そう言ってリサやマタも考えます。僕たちはそれきりしばらく黙り込んだ。そういえばさ、リサが僕の名字と見た。新一郎は現時点で誰が怪しいと思ってるの？そう言われても今まで話した通りだよ。誰が怪しいとかってところまでたどり着けてない。それは分かってるよ。リサは噛み締めるようにつぶやいた。それでも勘でも何でもいいから誰が怪しいと思ってるか教えてほしいんだ。それって昨日の方、一昨日の方、明確な被害者がいる昨日の方かな。リサの視線は僕を捉えて話す。こういう時にリサが自分の意見を譲らないことは長い付き合いの中でよく知っている。僕は悩んだ末に一人の人物の名前を挙げた。佐々木さんよ。三崎さんかな。三崎さん？うん、昨日のコーヒーだけじゃなくて初日も野菜に何かを混ぜる機会があったのかなって。なるほど。そう一言つぶやくとリサは考え込んだ。でも三崎さんがあんなことするなんてやっぱり思えないな。新一郎は本気でそう思ってるの？いや、勘でも何でもいいからって言われたから言ってみただけだよ。そうだよね。その後もあれこれと考えてみたものの、僕からもリサからも僕の問いかけに対するこれといった回答が得られることはなかった。そう言ってリサが突然カバンを漁り始めた。どうしたの？僕の問いかけにリサは顔をからめた。来ちゃったみたい。来ちゃった。何がだよ。もう女の子の日だよ。ポカンとしている僕にリサのパンチが入った。照れ隠しの言動が可愛い。もうこんな時にタイミング最悪だよ。そう言いながらリサがパッとを取り出した。まあでも持ってき忘れた方が最悪だよ。そうとも言う。シュラフと僕の体をうまく使って四角を作り、
リサはパッドを無事に装着した。滞在が長引いたら足りなくなっちゃう感じ？うん、多分今回の分は足りると思う。ならよかった。リサは続いてピルケースから錠剤を取り出すとペットボトルの水で薬を飲んだ。錠剤のシートを見ると露出人のようだ。前に見た時は残り。薬変わった？あれ薬変わった？前に見た時はバファリンを飲んでいたんですか？いつの間に薬を変えたのだろう。ああ、なんか前のはいつも飲んでたら効かなくなっちゃって。そうなんだ。出産の準備だって思えば全然平気だけどね。リサは僕を見て笑顔を浮かべてつぶやいた。そう思ってくれる気持ちは素直に嬉しかった。あ、帰ってきたわ。お？リサとダラダラと過ごしていると、ミサキさんの声が洞窟内に響いた。タツミさん、タツミさんなのね。ミサキさんの声は明るく弾んでいる。人が一人入り口付近に立っているのはすぐに分かったが、確かにその人影がタツミさんだと分かるにはしばらくの時間が必要だった。リサ、僕たちも行こう。様子を聞いておく必要がある。うん、ちょっと待って。慌てて新聞のスリッパを履き、僕たちもタツミさんの元へと向かった。時刻は10時になろうかというところだった。よかった、無事だったのね。反撃している美咲さんはみんなの前で辰巳さんに抱きつきかねない勢いだ。ああ、なんとか、岩月申し訳ないけどお湯を沸かしてくれないか。辰巳さんはかなり衰弱しているようで、その場でペタリと座り込んだ。足元のビニールは破れ、新聞紙も濡れてボロボロになり、真っ赤な裸足が露出している。私がやる美咲さんが僕を押しのけて、急いでお湯を沸かす作業に取り掛かった。大丈夫か？なんか混ぜないか？それにしてもやっぱり人類で最初に靴を発明した人は本当に偉大だな。心配させまいとしているのだろう。辰巳さんも口調は軽やかだ。死んだと思ってたけど、ちゃんと帰ってきたね。お湯が沸いたところで辰巳さんはコップのお湯を一口すすって足の裏にカップを当てた。足の裏は真っ赤だった。美咲さんは辰巳さんの姿をとても心配そうに、部長は複雑そうな表情で見ていた。そしてみんなで辰巳さんの話を聞くことになった。辰巳さんの話をまとめると、登山コース上に目印を置くことには成功した。もしやと思って少し待ったが誰も通らなかった。洞窟に至るルート上にも目印を設置した。いなくなった二人は見つけることはなかった。靴を履かずに雪山を歩くのは自殺行為であるということだった。辰巳さんもかなり疲れているみたいなんで、回復するまではそっとしておきませんか。聞いておくべき情報も聞けたと判断してみんなにそう尋ねた。それもそうね、特に足はよく温めておかないといけないから、シュラフに入って温かくした方がいいと思う。美咲さんが僕の提案に賛同した。これで家族の要請を受けた救助隊だけでなく、目印を見た登山者が来てくれるかもしれない。やるべき責務を果たした辰巳さんは安堵の表情を浮かべながらそう言った。でも救助が来る気配は全くないですね。前向きになった空気を部長が台無しにした。救助が来るとしたら突然来るに決まっている。この空気の読めなさは、島抜きの後でも継ぐつもりなのだろうか。警察への連絡は早くて昨晩か今朝でしょうから、さすがにまだ時間がかかりますよ。新しく水石も設置できてよかったじゃないですか。岩月の言う通りだ。あんなことが起きて不安に思うのは仕方ないが、救助は必ず来る。みんなで協力して冷静に、ただ時間が過ぎるのは待とう。部長は何か言いたそうだったが、結局は黙った。その後、少し疲れたという辰巳さんの提案により、午後5時までは解散ということになった。バラバラで過ごす時間がちょっとね。私ちょっと反省した。辰巳さんは私たちのために妙定して SOS を出しに行ったのに、そんな人を内心で疑っちゃってたから。状況的に怪しいと思っちゃうのは仕方ない。でも人間性も考えるべきだった。辰巳さんは少し冷たい人に見えることもあるけど、常に冷静として周りのことを考えて動く人だから。リサは優しいね。そう言うとリサはくすぐったそうに笑った。実はさっき考えたことに関して、新一郎の意見を聞きたかったんだけど、やっぱりやめにするね。どんなことを考えていたの？もし辰巳さんと誰かが共犯だったとして、島の曲にどんな動機を用いたのかなって。なるほど。確かに共犯だといろんなことがやりやすいような気がするね。でもやっぱりどう考えても複数の人間が複数の人間に対して殺意を抱くっていうのは現実味がないって分かってる。それはそうだろう。普通に考えてそんなことはまずなさそうだ。翔くんと智子ちゃんが犯人だとしても島崎くんに対してそんな殺意を持つとは思えないし。そうかもね。そう考えるとやっぱり単独犯で一か八かもあって、これまで3人もしくは1人に危害を加えたということなの。そのなんとかちゃんが犯人で、
ど、どうなんだろうな。そう考えた方が無難そうだね。僕の言葉にリサがうなずいた。でも、それよりも今は自分たちの身を守ることが一番大事だよ。しっかり気をつけよう。そうだよね。リサが深くうなずいた。いなくなった二人やなんかも死んでる気がするんだよね。よし、みんな集まってくれたところで、早速どうやって夜を明かすか決めることにしよう。午後5時になって、僕たちは辰巳さんの提案通りに集合していた。辰巳さんは美咲さんに支えられるようにしてこの場に現れたので、まだ足が痛いのかもしれない。美咲さんが辰巳さんを心配するのもわかるが、なるべく部長を刺激してほしくないものだ。部長が一人で何を考えているのかと不安になる。ちなみに結局この時間まで救助は来なかった。通常の場合において、遭難者の捜索は二重遭難を避けるために、日没時点で打ち切られる。従って、救助が来るのが少なくとも明日以降になるということはもう明らかな状況であった。辰巳さんはあえてそのことに触れずに話を始めた。まずは寝る場所が今のままで適切かどうかを考えた方がいいと思うわ。そういったのは美咲さんである。真っ先にその点に言及したあたり、辰巳さんではなく部長の近くで寝ることに抵抗があるのだろうか。僕は全員がバラバラにいるよりは少なくともある程度固まった方がいいと思います。話の流れに乗って僕は自分の意見を述べた。俺も同感だ。そうしないと外から攻撃を受けるときに心もとない。少なくとも昨日までのように入り口付近に一人で眠るのだけは絶対に避けたい。はい、ある程度固まって寝ることで決まりね。場所はここが一番いいと思うけどどうかしら。いやいや、待て待て。話を進めようとする美咲さんは部長が制止した。集まって寝るってことは、この中の誰かが犯人だった場合、確実に犯人のすぐ近くで眠るってことだろ？それって危なくないか？むしろ、それについては対策を考えているんだ。俺は交代で見張りを立てればいいと思っている。見張りですか？ああ、二人ずつ交代で見張りをすれば、お互いの監視にもなるし、誰かが襲ってきた時も不意をつかれないですもん。それはいい考えだと思う。さすが辰巳さんね。真っ先に辰巳さんの提案に美咲さんが賛成した。要決定事項は全部で4点だ。こういう形のローテーションにするか、各ローテーションの時間の長さはどうするか、ペアはどうするか、順番はどうするかってとこかな。それ以外もあるかもしれないが、それは話しながらということで。前もって考えていたようで、辰巳さんの説明には読みがない。こういう形のローテーションにするかというのは、最初の見張りを A さん、B さんとした場合に、次は B さん、C さんとするのか、それとも C さん、D さんとするのかという意味だ。つまり、見張りの交代の時に一人交代にするか二人交代にするかということですね。では次すまん。その方がはるかにわかりやすいの。みんな、どちらがいいか意見もあるの？しばらくの間、沈黙が続いた。二人ずつ交代の場合は、交代のたびに寝てる三人のうち二人は起こされることになるので、一人ずつ交代の方がまとまって休みは取れますよね。ただ、一回の見張り当番の時間の長さによって考え方が変わるような気がします。確かにそうだ。じゃあ、先に一回あたりの見張りの時間の長さを決めよう。あ、はい。辰巳さんがリサの提案を受け入れて話を進める。まずは見張りが必要な総時間と各自の担当時間から考えよう。はい。就寝時間を夜の7時から朝の5時とすると、全部で10時間。5人で常に2人体制で見張りに当たるとすると、1人あたりの担当時間は4時間になる。結構長いね。夜間だけでも6時間は眠れる計算になるから、これで十分だろう。辰巳さんの説明はよどみない。特定ペアの見張り時間を4時間にしてしまうと、奇数人数ではローテーションが回せないので、1回あたりの見張り時間は長くて2時間ですかね。僕も思ったことを口にする。特定ペアで4時間見張りをした後に、残った6時間を3人で担当してもいいが、それだと不公平だしな。これを踏まえた上で先ほどの話に戻ると、1人ずつ交代であれば A、B、B、C、C、D、D、E、A といった感じになるの。2人ずつ交代だと A、B、C、D、E、A、B、C、D、E という感じね。この場合だと頻繁に見張りが交代になるから寝る時間もぶつ切りになるわね。美咲さんも自然に検討に加わった。見張り時間を2時間とすると一巡、1時間にしたらもう一巡ということになるの。面白くなさそうな部長と話のテンポについてこれない様子のリサは黙ったままだが美咲さんが話に加わっているのでこのまま先に進めよう。辰巳さん、大事なのは見張りがどれくらい消耗するかじゃないですか？疲れてしまってぼーっとしたり寝たりしたら本末転倒です。見張りの負担が大きいようなら、例えば1時間ごとに2人ずつ交代にした方がいいでしょうし、
そうでないなら、2時間ごとに1人ずつ交代にした方がいいでしょうし。とはいえ、休む時間が短いと回復できない気もするしな。なるべく見張り時間を固まって取れるパターンが良さそうかな。みんなはどう思う？見張りの時に異変が起きたらどうしますか？それ次第でプレッシャーが変わるから、疲れ方も変わってくるような気がします。リサの質問はもっともだ。それもそうだな。見張りのペアが不審な動きをしたら、すぐに声を上げてみんなを起こす。寝ているはずの誰かが急に動いたり、外から誰かが来たら、一人がみんなを起こして、もう一人は何か武器になりそうなものを持ってくるってところか。ああ。だったら、初めから見張りの時に何か、獲物を持っておけばいいじゃないですか。ぶっきらぼうに、部長がそう言った。俺たちは丸腰だから警戒すべきは、外からの侵入者だ。でも、ここは入り口から距離もあるし、5人を相手に簡単に照らしはできないと思う。リスクを考えると、犯人かもしれない見張り番の誰かが、枕元で凶器を持っている方が俺は怖いけどな。それもそうですね。つまり、見張り中に何かが起きたら、寝てる人を起こすのが基本で、必要に応じて一人や武器になるようなものを取りに行くってことですよね。リサが自分の質問に話を戻した。そういうことになるな。ちなみにリサやミサキは必然的に起こすっかりになると思う。じゃあ私個人の意見としては、よりまとまって、休憩の時間が取れるパターンがいいです。僕もリサの意見に賛成です。頻繁に交代するよりは2時間ごとに一人ずつ交代がいいです。頻繁に見張りを交代するのは嫌なので、風向きが止まるように間髪入れずに意見を述べておく。俺もある程度寝ておいて体力を維持した方が救助を待つ上で軽便だと思う。やしろはどうだ？辰巳さんに話を振られた部長はすぐに質問に答えず苦い顔をしている。あんまり言いたくないんですけどね、どうも面白くないんですよ。